ブルケルスドルフの戦いは、1762年7月21日に行われた7連戦争中の戦いで、プロイセンのフリードリヒ大王がブルケルスドルフにおいて、オーストリアに勝利した。1762年1月に、ロシアのエリザベータ女帝が急死し、後を継いだ、ピョートル3世は、フリードリヒ大王の信奉者であったため、プロイセンとの戦争を中止した。さらに、 ロシアとプロイセンとの間に、公主同盟が結ばれた。同盟に基づきチェルヌイシェフ将軍率いるロシア軍が、プロイセン軍の援軍として派遣されたが、ピョートル3世が暗殺され、エカチェリーナ2世が即位すると、即座に援軍へ帰国するように命令が下った。フリードリヒは、チェルヌイシェフに、あと数日だけでも滞在してほしいと願い、ロシア軍は、 戦闘に参加しないことを条件に要求が飲まれた。結果として、戦闘はフリードリヒにとって優位に進み、オーストリア軍は、ロシア軍が残っていることに疑問を抱きながらも退却した。チルヌイシェフ伯爵は戦闘中フリードリヒと共に、戦場を視察し、王が偶然であった、負傷兵にハンカチを渡して手当てしている姿に、感銘したと日記に書き残している。 戦いの後にロシア軍は命令通り帰国したが、この後にエカチェリーナ2世は戦争から手を引くことを決定する。ありがとうございます。